K ブリッドから渓流用の新しいロッドセットがリリースされます。 K ブリッドクリーク3番7フィートのロッドセットです。このロッドは渓流用にデザインされているんですが、同時にお子様や女性の方がこれからフライフィッシングを始めるのに最適のセットにもなります。このロッドセットは4ピースロッド、リール、ライン、そしてリールまで収まるハードケースのセットになります。このロッドでこだわったのは、まずはブラックカラー、鮮やかなライトグリーンを使用しました。そしてラインはウェイトフォワードラインの3番を使用してます。でこれはオレンジ色に作ってあるんですが、フライフィッシングをこれから始める方のために、自分のラインの形どういう風に動いてるかっていうのが分かりやすいようにオレンジ色にしました。そしてリールですね、これはアルミの削り出しのディスクドラグリールをつけてます。そしてグリップ、グリップは手の小さなお子様や女性の方が握りやすいように細く小さくデザインしました。僕のような手の大きい人が握っても違和感なく握れるようなデザインにもなってます。そしてもう一つ、ロッドケース、ロッドケースはリールを取り付けた状態で収納できるようなものにしました。でこちらのロッドケースはハードケースで作っているので、収納移動でロッドが破損するようなことの心配のないようにしています。このロッドセットなんですが、より多くの人にフライフィッシングを始めてほしい、楽しんでもらいたいっていう思いから、2万3800円っていうお値打ちな価格でリリースすることにしました。それでは一番大事なロッドのアクションについて説明します。ロッドのアクションはミディアムファーストアクション、初心者の方が使ってもテーリングなどのトラブルが起こりにくいようなアクションに仕上げてあります。誰が使っても美しいループが簡単に作り出せるような、そんなロッドのアクションになってます。まずは近距離から見ていきましょう。このロッドはロッドの曲がりを感じやすくデザインされているので、このような近距離でも美しく綺麗なループを作ることができます。次にラインを長くします。ラインを長くしても同じような美しいループを作ることができます。そしてこのロッドは素直なアクションなので、このようにまっすぐに正確に振ってあげれば狙ったところに毛針を落とすことができます。タイトループを作ることが簡単にできるので、ブッシュの下や岩と岩の隙間などにも簡単に毛針を通すことができます。このロッドは決してディスタンスロッドではないんですが、長いラインを出しても竿がぶれることなく気持ちよく投げることができます。これでちょうど27メートルのラインがこれぐらい余るぐらいです。ご覧のようにある程度の距離も投げることができるので、渓流だけではなく管理釣りまでも楽しく使うこともできます。ご覧いただいたように、 K ブリッドクリーク3番、このロッドセットは2万3800円という値段にしてはありえないぐらい性能の高いものになってます。これからフライフィッシングを始めたいって思っている方や、今フライフィッシングをやっていて渓流に行ってみたいって思っている方にぜひ使っていただきたいです。